米女子ゴルフツアーメジャー初戦シェブロン選手権最終日21日イコール日本時間22日テキサス州のカールトンウッズクラブパー724差7位で最終ラウンド R を迎えた勝みなみ25イコール明治安田は74と落としたものの通算5アンダーの9位で2試合連続のトップ10入りを果たした かつは第 3R 残りの最終18番パー5でイーグルをダッシュして、ラスト18ホールに臨んだ。3番で先にボギーが来てしまうも、9番で取り返して後半に入ったが、14、16番のボギーで順位を上げることができなかった。かつは、イーグルで流れつかめるかと思ったけど、4日目、最終 R、 バショットが荒れてしまったと、アプローチとパターでしのぐ最終 R を振り返った。その一方で、去年は予選落ちだったので成長したゴルフは良くなっている。今年は優勝を狙って頑張りたいと意気込んだ。勝つと同組で回った畑岡奈紗、アビームコンサルティング、は通算 3, 3アンダーの13位。優勝は通算13アンダーのネリー・コルダ、米国。 米女子ツアー最多記録に並ぶ出場後試合連続優勝となり、メジャーで達成できて嬉しいと喜びを語った。